はい、どうもムーンでございます。スパラボ王子ムーンデュエラーズやっていきたいと思います。はい、行きます。そろそろ黒金と合流するのかな。おお、フェアリオンね。アラブとかレイチェルとあったのか。動いたな。ああ、まあ切り替わったかな。だいぶ通じるかった。またデブになびて、第18話。なんて読むのこれ。ドクロの土かな。わかんない難しい感じが。なんだ。
リキントン野郎、ミスカルドラブーン、なるほどね。エンドセクシュアイレッター4ケースケユーセエクセル、ここら辺どうしようかな。これちょっと舞台の様子変えるべきだったな。結構アラムたちもレベル上げられてないんだよな。ミディアムとか出せるキャラが少なすぎる。一度の戦闘でクリスタルドラグーンに1万9000以上のダメージを与える。マジか、コンパチカカイザーじゃないと無理や。オーバーカイザーソード。ああ難しそうだな、それは。わかんねえけど。まあとにかく進む。あ、ジェシカ、救急使っちゃった。で、4ジョッシュプフファイ、こっちかな。で、アルト、これあっち行っちゃってるのか。じゃあ、アヤの方に行くしかない。いいやんか、そう思ってると思ったんだけどな。伸びた。バイサー。
いてこねえな。舐められたもんだな。倒せ。避けられた。ナイス。まさか長介を狙いに行ってるとは。避けた。ナイス。すると前のフワと同じことが起こるから気をつけないと。なんでなんだろうな。能力も高いんだけどな。標準値174、命中215、普通に強いと思うんだけど。なんで避けられちゃうんだろう。あ、避けられちゃう。そうだね。避けられちゃう。これはな、規格外だからあんまり参考にはならんか。
れをね、アポジモーター稼いだ。すげえ射程だ。援護防御。バレリオン1万ファン、ナイス3、ナイスカウンター。マジかよ、このタイミングで。なんだ、やつも大きい。マジか。足止めさせてもらうべ。なんでこれ発見戦闘、マジか。
コータまたはショウコンの撃墜、味方武漢の撃墜。なるほど、スカールナイト、クリスタルドラゴン以外の敵全滅が勝利要件か。素晴らしい。受けられた。受けないのだ。多分これ鋼も受けないから受けない。援護攻撃3。すごいな。かっこいいよな、レイ式。バラフラボーイかな。無視した方がいいよ。誰で倒すかな。さすが。まあもうボスって倒せるか。あっちょっと待って、よく見るとここにディスペースがハイパーあるな。いけると思う。
よ。よいしょ。倒せなかった。残念。モンパチ開催になった。あら。あ、よかった。トログやったかった。応援使えばよかった。あるの気づかなかった。そこに近づいてもな。こっち戻るか。あ、でも無視でいいんだ。あと何が、バレリオンか。なんかもう終わらせられそうなんだけど。次の戦闘で合流した敵に手を壊滅させた場合、強襲。よいしょ。これ倒したよ。もう終わりですよ。あ、倒してない。倒せなかった。これで終わりや。終わりました。まあ正直言って SR ポイントは今の段階ではそこまで気にしてないから、とりあえずクリアすることが優先。確かファイターロアとかコータとかコンパチブルカイザーでできたのが概念だよね。確か第二次じゃないよ。意味が分かんない。なんでそんなことする必要があるのか。誰が乗るっていう感じだよな。有効もあって。
よう、わかめアルマ。やっぱそうなの。緑の無難についは説明ご苦労。グレイブフロンティアじゃなくて、なんだっけ、なんかあったよね、そういうゲーム。やってないからわかんないんだよな。それもやりてえな。意味わかる。そういうことか。
テスラドレイマジカ、ネオチャクラムシューターハイパービームライフル S、 ブーストハンマーヤバ、獅子王ブレード、エナジードレインウェポンブレイカー、流行フェアリアムタイプ S、 ユニバーサル式、素晴らしい。はい、というわけでね、18話終わりました。これあれかな、ドクやっぱりドクロの騎士なんだよね。全然わかんない。まあちょっとここでなんとなく少しずつ情報を蓄えながらね、また前のやつをやってこう繋げていく感じがいいのかなっていうふうに思ってるので、はい、できるだけ早く OG ムーンレアルムーンレアがデュエラーズクリアしてですね、まあどうだろうな、次これの次を、まあでも OG やりたいよな、 OG だな。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ルーでした。お疲れ様です。